天の女王、ヘブライ語系、メレケト・ハシャマイムとは、旧約聖書、エレミア書に登場する女神。なお、天の女王とは、新共同約聖書と新開約聖書における訳語で、文語訳聖書と、口語訳聖書では、天皇と訳される。ルーブル美術家に所蔵の古代エジプトの女神、イシスの像。息子ホルスに授乳しているところが表されている。 ローマ帝国の時代には、エジプト神話の中からイシスに対する崇拝が特に、強まり帝国全土に広がり、永遠の諸女、天上の聖母と呼ばれた。古代オリエントにおいて、天の女王は有力な女神の称号として対応されたが、エレミア賞のこの女神は、アスタルトを中心にアーシラトや、アナーヒターなどの女神が集合した、法上の女神と考えられている。 エレミア賞によれば、紀元前6世紀初頭にはこの女神が、ヘブライ人の間で広く崇められ、焼き菓子が備えられていたという。また同第44章によれば、バビロン保守の際エジプトに逃れた人々も、天の女王などの神々への崇拝を続けており、その姿をかたどったパンやドウ酒などを備え、香を焚いて祀っていた。エレミアはこれを非難して、ヤハウェの、ヘブライ人は、 異教の神々を崇めたから、自分の怒りに触れ、ユダとエルサレムの町が滅びたのだという言葉を伝える。しかしそう言われた人々は、天の女王への崇拝をやめたから、その過護を失って滅んだのだと反論している。それに対してエレミアは、再度、ヤハウェからの警告を伝え、エジプトのヘブライ人たちに下る裁きを予言している。正教会、カトリック教会においては、 天の女王は、聖母マリアへの尊称として用いられている。マリア数計の批判者には、女神への尊称としての、天の女王と結びつける者がいるが、マリア数計を行うキリスト教徒はこれを否定する。ダビデの息子ソロモイが母場と、シェバを大大号として尊重したのと同じ意味合いであり、また、旧約聖書では、大号が王に劣らぬ存在として言及されており、 決して異教由来ではないとしている。聖神女と言いすすハリストス。アギアソフィア大聖堂のモザイク遺婚聖教会では、女王は、生家民女マリアに対する損傷の一つとして、用いられる。祈祷文には、女祭と共に頻繁に登場する。女王、イタリカへの母たる、童貞女よ、喜べ、いかになめなる、脳弁の口も、弁を、遵視、よろしきに合わせして、 何時を歌不能はず、いかなる知恵も何時の三を悟るを得ず、故に我ら心を一にして何時を賛栄えす。ご旬祭の常に服の代わりただしローマカトリックと異なり、聖母の悲傷点の競技は聖教会にはなく、サルベレジーノなどのローマカトリックが用いる各種の聖火も聖教会では用いられない。フランジェリコ店の女王は、 ローマカトリックにおいても、聖母マリアに与えられた称号の一つである。聖母マリアは、天と地の女王と呼ばれる。8月22日は、天の元高成マリアの祝日である。1954年、教皇ピオ12世が発表した、会直、アドチェーリ・レジナムによって定められた。天の女王参加、レジーナ・チェリ、アベ・レジーナ・チェロールム。 サルベ・レジーナが歌われる。上述のように、マリアにつけられた、称号、天の女王は、多宗教でも用いられてきた歴史がある。このことは、宗教的な動機からマリア数計を、ヒキリスト教的、異教的と呼ぶ際にも指摘されることがある。1999年9月、エペソにおいて、プロテスタント信者により、天の女王と戦う霊の戦いの祭典。 エペソの祭典が開催された。これは、天の女王悪霊と捉え、世界各地の女神信仰と結びつけ、それらの打破を目指す、というものである。この祭典を、雑誌、ハーザーが取り上げている。カールトン・ケニー、クリスマスについての考察はかつき書房35から40ページ、高木啓太、足田拓也、これからの世界情勢と聖書の予言改定審判。 命の言葉者260ページスコットキンバリハーンローマスイートホームドンボスコ社247ページイズメリーズクイーンシップ ビブリカル聖悟春最主尾。法事式 http コロンスラッシュスラッシュ www.polin.or.jp スラッシュ calen dar iosa nti スラッシュ genseint365php id イコール082202ピターワグナーチョ。天の女王との戦い。マルコーシュパブリケーション社。ハーザー特集。 エペソの祭典1999年12月号。ありがとうございます。